皆さん、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。サクソフォン奏者の住谷美穂です。一年明けましたね。新春、2021年。去年はちょっと、コロナウイルスで予測不可能な事態が、多発しましたけれども、今年もちょっとどういう風になっていくのか、気になるところではあるんですけれども、まあ、こういう状況だからこそ、新しいことも始めたいなって、思えることもたくさんあったりして、皆さん、今年の目標は何かありますか？何でもいいです。小さいことでも大きいことでも何か目標だったり、例えば大学受験合格したいとか、この焼肉屋さんに行ってみたいとか、こういう場所に観光しに行きたいとか何でもいいですけど、そういうものがあったら気軽にコメントをたくさんしていってください。私も全て一応コメントを見ているので、ちょっと皆さんがね、どういうふうに今年過ごしたいかっていうのをちょっと見たいな、なんか思ってます。皆さんが例えば私に対してこういう動画を上げてくださいとかっていうのがもしあったら、その中から一つ、できることがあれば、今年中に YouTube で、叶えたいと思いますので、なので、今回は、自分の目標であることをコメントしたり、私にやってほしいことを、たくさんコメントいただけたらな、なんか思ってます。ここにコメントたくさんしてください。はい、私の今年の目標というか、まあ、こなしていきたいことはですね、まず、自分が使っているアーティスト写真ですね。宣材写真といいますか、載ってると思うんですけど、それを撮ったのが確か、大学卒業してすぐの年ですね、に撮ったので、もう2年、3年目になりますか。なので、そろそろちょっと新しくしたいなと思っているところです。その新しい宣材写真ができたら、きっと、チャンネルのアイコンもね、もしかしたら変わるかもしれないので、アーティスト写真を撮りたいということと、リサイタルをまた都内で、しようかなって思ってます。で、それはちょっとシリーズものにしたくてですね、まあボリューム1,2,3,4と続いていくような、コンサートにしたくて、まあ例えばですけど、この作曲家縛りでコンサートをやるとか、この時代の曲をやる、もしくは国で縛ったりだったりとか、カテゴリーで分けてそれをシリーズにしていこうかなっていうふうに思ってます。と、演奏会情報がありましたら、随時 SNS 等で宣伝しますので、楽しみにしていてください。今年も1年よろしくお願いいたします。このチャンネルがいいと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。住谷美穂でした。